わけで続いてリゼちゃんもマイクロバブルに浸かりましたね。どうですか。さっきはね、あのライダちゃんは朝風呂だったんですけどね、リゼちゃんは昼風呂ですかね。昼風呂、浸かり心地はどうですか。待ってたよ。あ、だよね、待ってたよね。しょうがないですね。なるほどね。ライちゃんはお姉ちゃんだからいいんだよ。ね。じゃあ今年はどうですか。夏は何か目標ありますか。そうだな。25メートル泳いちゃう。ああ、泳げそうですね。まあ夏はね、海に入ったり、まあ川で遊んだり、プールに入ったりいろいろできるんでね、いい季節ですね。じゃあ頑張ってね。楽しんでください。では最後に全国の視聴者の皆さんにコメントお願いします。今ね、私のお風呂シーン、ライちゃんが覗こうとしてるの。どこで。後ろ。あら、そこで覗いてたの。なるほどね。以上、中継でした。